なんでロー選手、なんでロー選手なんだろうね。ロー選手の方が強いからじゃない？強いっていうか安定するからじゃないかな。なんか試行錯誤してった結果、振り向き2センチが60センチになった。まあでも今ちょうど間ぐらいだけどね。多分30ぐらいかな。大体どのゲームも。まあ、ゲームによって全部違うから。ちょっとなんとも言えんけど。まだ選手を変えたり変えなかったりするフェーズで使ってるデバイスとかにも俺結構影響されるんじゃないかなって最近思ってる。俺は結構布の、重めの布使ってたから、配線紙ってさ、なんだ、なんか、マウスの話してたらマウスの挙動が、なんかゴミ入ってる。なんか配線紙ってさ、再現性ないじゃん。大体は。もちろん人によるけど、平均すると。だからさ、極端な話さ、2ミリで変わっ、2ミリ動かしただけで、その視点が他の人より変わりやすかったらさ、毎回2センチぴったりに動かせるのかって言われたらちょっと怪しいじゃんね。でも、まあ、1、2センチの誤差あってもまあ合う。まあ1、2センチはちょっと言い過ぎかもしれないけど。ぐらいの感じだったら楽じゃない？っていうのを、まあ、自分で考えながらこうちょくちょく調整してって、まだもうちょっとこういう方がいいなみたいなのをずっと繰り返してたら、気づいたら選手がプラス58されてた、58センチされてた。なんか極端な話、ちょっと筋肉がついたりさ、ちょっと筋肉が落ちたりするだけでも影響しそうじゃん、対戦して。まあ、もともと俺、配線師だったから、まあ、実際、しそうじゃんってか、俺がそうだったって話なんだけど。湿度が 80%、50% でさ、変わるみたいな。そういうのはね、やっぱできるだけ減らしたいよね。まあ、ただ俺の場合は強さを求めたというか、まあ、強さの、どこに重きを置くかだけど、なんかその、スーパープレイ、みたいな、プレイは、まあ、当然、配線師の方が出しやすいよね。理論上は最強だから、配線師が。振り向き60センチ対2センチが戦った時に、お互いまあ極端な話、背中合わせで接敵したタイミングで、片方は2センチしか動かさなくていいのに、もう片方60センチ動かさなきゃいけないわけだから、ちょっと状況が違ってもそうじゃん。向こうは5センチ、こっちはなんか20センチみたいなさ。純粋な速度の問題で言ったら、まあ配線師が強いは強いんだよね。だからその上振れの話じゃなくて、安定を取るのはやっぱその競技で勝つって俺は大事だと思ったから、そっちを優先させたね。俺も大昔は配線師だった頃があってね、振り向き2センチとかでやってたんですよ。ストリームデックのボタンが16個ついてるやつと同じぐらいのサイズのマウスパッドの上で、マウスパッドというか手鏡の上で FPS やってたから、それ以上物理的にマウス動かせなかった。理論上機械だったらハイ戦士の方がいいけど、俺は人間はロー戦士の方がいいと思ってるタイプやね。人間を1000人集めてハイ戦士組とロー戦士組作ったら、まあロー戦士組の方が俺は強い人多いだろうなって思ってるタイプ。理論値は出せないからね。出し続けれないからね。出せることはあっても。俺も安定力のためにローにしてるだけで、大体のゲーム俺ハイだしな、結構。ローのね、デメリットはめんどくさい。だからバロー以外はでも本当に俺、ハイ多いんじゃねえかな。エイペックスとかも、まあめちゃめちゃハイってわけじゃねえけど、丁寧に頭狙わなくていいゲームとかはもう、特にもう対戦ゲームじゃなければないほどどんどんハイにはなるな。そうだな。マイクラとかはもう指で動かしてるな。多分。手首から先すら動かしてないことある。でも、あんまりそういうゲームやりすぎると結構影響出るんだよな。こっちのバラとかにも。その、対戦ゲームじゃない系やっても。マウスの動かし方自体に変な癖ついちゃって、動かし方変えちゃうんだよな。それもデメリット。まだ選手ミドルぐらいかな、今。0.25 って何センチぐらい？まあ、25センチぐらいまでミドルだろ。まだローの入り口ぐらいかな、
世の中にハイセンシの人たちが、極端にハイセンシの人たちが最近多いせいで、なんかローとかミドルとかの定義が壊れ始めてる。いやでも30ってミドル寄りだと思うけどな。ハイセンシって15センチぐらいまでハイセンシだろ。なんか40ぐらいからって感じするな。でもなんかこういまいち境目がよくわかんない。まあ、結局主観だからかな。おぼさん多分俺が一番低かった時期より低いんじゃねえかな。俺昔はマウスパッドの端から端までで今こんぐらい振り向くけど、端から端までで4分の1ぐらいだった。だから2回振ってた。今2回はちょっと言い過ぎかな。1回半ぐらいかな。このゲーム結構辛い。てかパブ G から俺上げ始めたけどな。上げ始めたっつうか、言ったらパブ G とかもそんな別に長い。その、いわゆる FPS って感じじゃねえしな。バトロはちょっと、なんか違う。まあ多分みんな上手い人たちを見てきてるから、こう、なんかどうしてもそこを基準にしてしまうのはわかるけど、まあでも先週は下が、低ければ低いほど安定はすると思うよ。低ければ低いほどっていうわけではないな。低い方が安定はするはず。全体的には。人間を1万人、10万人集めてやったら多分、ローの方が安定はする。理論値は高い方がいい。常にベストを尽くせるんだったら、できるだけマウスは動かさない方がいいからな。でも僕たちロボットじゃないんでね。そう考えるとやっぱ平均値が高い方が、俺はいいと考える。社交と選手は低ければ低いほどいいんだよ。俺はまあどっちも経験してるからな。最初ゲーム始めた時は俺も振り向き2センチぐらいでやってたしな。てか振り向き2センチぐらいでしかできなかった。本当に iPhone よりちょっとだけ横幅がある。縦もっとちっちゃいな。こんぐらいのマウスパッド。マウスパッドっていうか手鏡の裏でやってたから、マウスと大きさがほぼ一緒だったんだよ。寝ながらやってたら、あ、いやでも寝ながらやってるときはもう後半ローだったよ、俺は。寝ながらはもう完全に肘視点にして、なんつうの。もう、左手はキーボードだから正面だけど、ちょっと右手が映んないからあれだけど、あ、映るか。こういう感じでやる。で、こう振る。布団の左端に寄る感じや。いや、ロー選手は疲れるよ。マジでロー選手でゲームやってたら疲れるよ。だから俺ずっとロー選手だったの、メインのゲームだけだったもん。メインの FPS だけロー選手で、まあ今でもそうだけど、他のゲームやるときは俺大体ほぼハイ選手だ。だからそれこそラストとかやるときは。あ、まあラストはちょっとあれかな。ラストはまあ対人があるからちょっと若干低めにはやってるけど、低めっつってもでもやっぱりあれだな。いや、リファルは別にな、そんなラストみたいなあの手のゲームってあんまりこの上下の動きがないから、ぶっちゃけマウスパッドのパブ G とかやったらわかるけど、俺こっから最終的にバラだったら真下に向く距離までリコイルするけど、全然そんなに、それ自体はそんなにきつくない。ハブ G もちょっとミドル気味とは言っても、リコイルするときマウスパッドのてっぺんからま、もう一番下の切れるところまで行くから。ああ、あと、そうだ、ラストとかだったらあれだな。8倍の AK とか、フルオートでリコイルするときはそんな感じになるんだよ。